はい、皆さんこんにちは。リコンセプションの福島真紀子です。今日は皆さんに重大なお知らせがございます。今までリコンセプションのこのチャンネルでは、美容とか健康に関する情報を皆さんにお伝えしてきたわけなんですが、しばらくそういった放送ができなくなるかなと思っています。と言いますのは、私たち実はリコンセプション以外にですね、リレポーテという、別の、アクティビティをやっておりまして、それがですね、ビーグル犬のブリーダーなんです。で、この度うちのビーグル犬のゆずちゃんがめでたく妊娠しておりまして、もうすぐ出産なんですね。で、出産しますと今度私たちもね、すっごく忙しくなるんです、子犬ちゃんのお世話で。ですので、しばらくの間ちょっとその子犬のお世話でてんやわんやになってしまうと思われます。で、そこでですね、新しい試みをやってみようと思います。今までにもね、ビーグル犬の子犬ちゃんの動画とか、大人のもね、出したりはしてたんです。してたんですけど、ちょっとね、これから新しい試みでライブをやっていきたいと思うんです。子犬ちゃんのライブ。まずゆずちゃんの出産、そして育てるところ、子育てのところを、毎日できるかどうかはちょっとわかりません。私たちもすっごく大変なんですよ。最初の、特に最初の2週間ぐらいは寝る暇ないぐらい大変なので、ちょっとそこまでできるかわかんないけど、時々このライブで皆さんに、子犬ちゃんがどのように育っていくかっていうのを見ていただこうかなと思ってます。で、私たちなりにも結構工夫して、みんなが元気に育つようにということでやっているので、そういうこともちょっとね、ご紹介しながら見ていただけたらなと思っています。時間とかね、更新時間とかちょっと今のところお約束できないんですけど、できれば朝にね、午前中ぐらいにできたらなと思ってます。で、ライブ私初めてなので、うまくいくかどうか、これも見ものなんですけども、トライアルです。挑戦です。そして、私たちね、寝不足になりますっていうのは、もう授乳を2、3時間おきにゆずちゃんがするんですけれども、それのサポートに入るんですね。なんで、もう、しばらくはおそらく眠れない状態が続くので、こんなクマできてたりとか、髪ボサボサだったりとか、結構ひどい顔で出てくるかもしれませんので、その辺、どうぞ。びっくりしないでください。はい、今日はどうですか？お元気ですか？お腹ずいぶん大きくなったね。もうすぐ生まれる。おっぱいもずいぶん大きくなったもんね。ゆずちゃんもう少しで生まれそうだね。はい、というわけでゆずちゃん、あと何日かでおそらく出産になると思います。皆さんどうぞ無事の出産を一緒に祈っててください。子犬ちゃんと一緒に皆さんにお会いできることを楽しみに待っています。ゆずちゃんと子犬ちゃんたちをどうぞ応援してあげてください。ありがとうございます。